私は今テグにあるシンジョンジイエス教会の建物の前に来ています。テグでは2月下旬からこの教会の信徒を中心に新型コロナウイルスの感染が拡大しました。テグだけで1日に数百人の感染が判明する日が続き、病室の確保が追いつかずに自宅で2000人以上が待機、一時は医療崩壊の危機に陥りました。そのため政府とテグ市などは3月2日から生活治療センターの運用を始めました。大学の寄宿舎や企業の研修所を活用して軽症者や無症状の患者を収容したのです。一時期2500人を超える人が入所しましたが、感染のピークを過ぎ4月30日には全ての生活治療センターが閉鎖されました。ここ最近はテグでも1日の新規感染者数は多くて数人です。市内にも人通りが戻ってきましたが、感染防止対策が念入りに行われている印象を受けました。テグ市庁舎の入り口では発熱していないかのチェックがあり、駅や飲食店など至る所に消毒液が置かれています。地下鉄では座席の足元に一つずつ間隔を空けて座るように求めるステッカーが貼られていました。韓国では入試を控える中学校3年生、高校3年生から順次登校を再開する予定です。ここテグでも新型コロナウイルスの再流行に備える計画の策定が進められています。